はい、今日はですね、買ったもの紹介をしたいと思います。ツイッターとかインスタにね、570万円分お洋服買いましたって書いたらね、YouTube にしてくださいってあったんで、動画をちょっと撮ってみようかなと思います。ところでですね、パンティーもね、大量に買ってましてね、このパンティーを床に敷き詰めてありますので、背景はね、パンティーになります。不動産の売却益をね、何に使おうかと考えたときにね、パンティーに再投資をね、しましたので、ね。パンティーはね、そんなに 連呼しなくてもいいと思うんですけど、まず、ここにあるのは570万円分全部じゃないです。サイズ直ししてる私の服は、ここにないですね。で、奥さんのものも1個ないのかな、取り寄せてるやつ。と思います。で、あとそれも後日動画に足して、お届けしようとは思ってます。全部まとめてね。はい、じゃあまずこれパンティ神々しいですよね。これね、四半期に1回はね、大量買いをねしないと。私の趣味ですけどね、完全に こんなの楽しんでるおじさんいるかな。結構少ないだろうな、40歳にしてね。はい、でこれはね、奥さんがブーツ欲しいっていうかね、奥さんのこれは趣味ですかね。で、私が、まあいいんじゃないって。どうやって買い物してるかっていうと、大体ほぼ9割は私がこれ着てっていう感じですね。で、どうって言って、明らかに奥さんが反対したものだけはやめますが、自分がまあ持ってくると。で、この靴はですね、数少ない、奥さんが選んだもので、私はいいじゃんいいじゃんって言ってね。で、奥さんがいい、興味を示したものを、あれですね、反対することは私は絶対にないっていう買い方ですね。はい、次が水着ですね。水着、まあね、ドバイは本当にあったかい国でね、家にも、まあ庭にね、ここは庭ですけどプールがありますんで、まあ水着はいっぱいあるんですけど、まあ、これも完全に私の趣味ですね。奥さんは水着欲しいなんてね、一度も言ったことないですね。はい。多分みんなどういう買い物をしてんだろうってね、思うと思うんですけど。もう水着もパンティも全部ね、同じようなもんですよね。そして、次、これ。じゃ開けてみますね。まあ、この動画多分編集しないかな。編集するとね、大変になっちゃうんでね。編集した方がみんな見やすいと思うんですけど。ちょっと。あら、結構しっかりくっついてるな、これ。ブーツはね、かさばるから箱いらないよって言ってね、奥さんがね、箱は持ってくるにして。ルイ・ヴィトンはね、他のブランド、今回は、ルイ・ヴィトンとフェンディとディオールとベルサーチですけど、ベルサーチなんてね、奥さん一切欲しいなんて言わないんでね、私がちょっとベルサーチ行こうって言ってね、言っただけです。本当ね、2倍ぐらいルイ・ヴィトンは高いんじゃないかな。2倍まではいかないかな。これスカート、これもまあ私の趣味ですね、ミニスカート。奥さんももう年なんでね、ミニスカートは履かない方がいいんじゃないのってよく言ってるんですけど、いやいや、全然もうばあちゃんになるまで履いてくれって言ってね。ばあばあって言っちゃったけど ばあばあとは言わないですけど。で、これは部屋着。ヴィトンのね、なんか、ショートパンツみたいな。ハーフパンツじゃないけど。値段が書いてないですね。で、これがスカートか。これはね、40万円とか。だいたい1個40万とかしますかね、こういうのでね。スカート。これもミニスカート。これも40万とかね、そんな感じ。はいね、皆さんちょっとチラチラ映るパンティーがね、気になってる、多分時間帯だとは思うんですけど。そして次、じゃあ、フェンディを見ましょう。フェンディ。同じような、なんか、ワンピみたいなのをね、2個買いました。はい、こういうやつですね。これは何なのかっていうと、全部これね、透けてるみたいなんですよ、パンティーが。そっちの方がいいんだけどね。じゃあ、インナーって言ってね、このパンティーをわざわざ隠してしまうらしいです。
なぜね、貴重なものを隠してしまうのか分かんないですけど、はい、よくね、大事な人は隠すんじゃないですかっていろんな人に言われるんですけど、あ、そうなんだっていうね、それをいつも、あ、なるほどねって、それが普通なんだなと思ってね、私はなるべくね、そのまんま出してはいますけどね。あれ？フェンディもう一個買ってるのにないんだけど、なんで？え？あ、こっちに入ってんだ。ああ、同じようなの2個買ったと思ったんだよね。はい。これめちゃくちゃ同じなんだよね。ここにノースリーブか半袖か、これね、奥さんはね、どっちか1個でいいんじゃないって言ってましたね、はい、そうそう、それぞれに奥さんが何をコメントしたかをちょっと思い出してみよう。これは何も言ってなかったね、うん、でこれも何も言ってなかったね。これは似たようなワンピがあったんですけど、どっちかでいいんじゃないって言われて、じゃあスカートにしようかって言ってね、スカートの方が可愛かったんでね、ちょっとこれがビットのですね。何点買ってんだろうね、なんかよくわかんないけど、でね、ドルガバの私の服110万円分あるんだけど、それね、ちょっと見てほしいんですよ。まだサイズ直し終わったら竹爪とかね、私短足なんでね、外国の人のね、太いのに短足だからもう切るしかないじゃないですか、でかいのだから奥さんなんでサイズの調整、竹爪なんて一個もないからね、やったことないもんね。そのまんま売ってるのを買えるからすごいよね。それでさ、なんだっけ、それ見てほしいんですけど、カラー物とか全部やめました。奥さんがそれはやめた方がいいって、派手なやつをいつも好きでね買うんだけど、これ女の子がこういうの着るとね可愛いんですけど、私が着るとね、なんかチンピラみたいって言われましたね。ヤクザの人みたいって、あんまひげぼうぼう生やして、そういう七面鳥みたいなね、ピーコさん、おすぎさんみたいなねやつがあったんですけど、それはね、これ買うって言ったら却下されましたね。で、いつも奥さんの意見聞かないんですけど、今回全部聞いてみたら、全部シンプルな無地のシャツとか、すげえなんかチノパンとか、なんかスラックスとかおしゃれなやつになりましたね。やっぱり言うこと聞いてみようと思ってね、ずいぶん成長したなと今回は。はい、これ T シャツ、これも両方とも2人似合ってました。これは奥さんいらないって言ってましたね。これはまあいいかって言ってましたね。こういうのは便利だねって、 T シャツ使えるねって言ってましたね。はい、ね、そしていよいよパンティの全貌がね、姿を現しましたけど、ね、この辺りはセットになってます。なんか奥さんね、巨乳みたいでね、店員さんにねサイズを言うと本当って言われるらしいんですよ。なんかそのなんていうの、足すトップアップするようななんかインナーを入れてるかとか言われて、信じてもらえないって言って、で試着室行って測ると、あ、本当だって言われるらしいです。まあそうですね、ウエストが細くておっぱいがでかい、まあ結構ね、あれはね資産だと思ってるんですよね。私、奥さんのおっぱいってすごい、結構ずっと思ってて、これは資産、天然資源、天然資産、素晴らしいと、ね、もちろん包茎とかそういうのはしてないのでね、プルンプルンしてね、なんかまあ包茎する場合と多分天然の場合ってね、揺らした時とかね、走った時とかね、あと寝た時にね、なんか溶けるようになるんですよね。それがリアルなんですよね。溶けるね、これは非常に難しい表現ですけどね、はい、私は朝っぱらから今何を一人でやってんだろうね。これ誰も絶対入ってきてほしくない局面ではありますね。それで次がこれか、ディオール。これはですね、ヒール嫌いになっちゃって、昔よく履いてたんだけど足痛いよって言ってね、で、じゃあさあ、そんなハイヒール履かなくていいから
ちょっとだけあるパンプス、本当にヒールじゃないですよ、もうすごい楽って言ってました、これで、これはじゃあ買おうかっつってね、パンプス、これはすごく楽だし、これならなんとか走れるよって言ってましたね。はい、黒とあったんですけど、奥さんがベージュを選びましたね。ベージュはね、なんか足に一体感があって、ラ族みたいなね、透明で見ると、黒はね、足元がピシャーっつってね、見えてましたけど、黒は選ばなかったですね。はい、サイズとか書いちゃいけ、言っちゃいけないのかな、このね、ブラジャーのサイズとかね。でかいから、そのブラジャーがないセットが多いんですよ、奥さんのサイズがね。サイズっていうのは、ただ単にここがでかいだけじゃなくて、なんか、このウエストとこの差みたいなので種類があるみたいですね、いろいろね。で、次がベルサーチ。これはもう完全に奥さんの趣味はゼロですね。ベルサーチなんて多分好きじゃないと思いますね。いつも微妙な反応してましたね。だけど私がさ、写真を載せたのはさ、こういう写真は載せてないんですよ、買った写真はね。だからみんな買ったのが違う、買ったのとさ、買ってないのとさ、ごっちゃになってると思いますね。むしろこういうのは写真載せなかったんですよ、 SNS で。これはね、お腹が出てました。こうやってもう止まってるんですよ。そう、めちゃくちゃ似合ってたけどね。これはね、SNS も写真載せたね。でこういうのをね、これはその、袋にもなってるんで、このこれもう次の、コレクションになったら古さを感じるんじゃないのって言われました。そのこういう各コレクションの代表作っていうのかな、このテントウムシとかの、そんな古くたってなんだっていいんですよ。よくさ、インフルエンサーの人がね、なんか1回しか着れないって、その服は載せられないとか言ってて、まあ、着るのは着るんだろうけど載せられないって言って、そんなことないでしょと思って。だからみんなその新しいものをたくさん着るっていうのじゃないと飽きられちゃうみたいな。私なんて3年前のブランドでも着るし、全然そんなの関係ないと思う。何回だって載せますよ。それ言っちゃうとさすがにきついよね、1回しか載せられないとかね。私ファッションインフルエンサーじゃないんで、ね、何回でも着るし何回でも出てきますよ。はい、でこれは何ですか、すごい靴みたいに見えるけど、靴なんか買ったかな、靴絶対買ってない気がするんだけど、ベルサーチに靴があったのかっていうね。この辺りもう記憶がないですよね、何買ったか。ああ、スカートが入ってる。これミニスカート。なんかね、ふわってしてるんですよ、お腹周りが。お、かわいかったね。これ完全に私の趣味。奥さんは無言でしたね。これも私の趣味。はい、スプリーツスカート。ね、私、かつてアパレル企業をね、経営してたとは思えないダサいファッションセンスでね。アパレル会社の経営者に言われましたもん。ビジネスマンとしてはセンスあるけど、ファッションセンスがないからって言われたことあって、分かってらっしゃると思ってね。もうそれは本当認めますね。はい。というか、あまり興味がないんですよね、実はね。関心が実はないんですよ、ファッションにあるように。うん、まあでもセンスもないでしょうけどね。いやいや、これでさ、あれだから随分高いんだね、これ。これ買ったの忘れてた、今。こんなのも写真載せてないですね。値段が書いてないけど、とにかくこれも結構高かった。ベルサーチ奥さんのだけでね、いくらだか忘れたけど。だからもうこれも1個40万とかしてるんですよ。本当に。ビトンぐらいした。ミニスカート。こんなの持ってんすよね、ドルガバでね。また同じようなの買ったんだね。これも買ったの忘れてた。ということで、ベルサーチは、スカートが4つの、T シャツが2つ。あれ
ちょっと待って、ベルサーチもね、ドレスが入ってない。あった。で、これも、これは、なんか、他にワンピースがいっぱいあったんですよ。ボディコンみたいなので、おっぱい出てるやつとか。で、私そっちがいいって言ったんですけど、それはダメで、私が逆にこれは微妙って思ったんですよ。だけど奥さんは、その中だったらこれがいいって。結局露出を一番、その、落とすやつにして、もうやっぱ年だからさ、すぐ足隠しちゃうんですよ。すぐ長いですからね。妻でもね、これ、いらないよね。どう考えてもいらねえなって思ったんですけど、他にボディコンみたいなのがいっぱいあってね、もうパイやら、もう腹やら、脇腹やら、背中やら出てんの。それと、それは嫌だって言って、これはクラブとかにしか行けない、着ていけないよって言って、どこできんのって言われて。で、これ、結局全部隠れてるからさ、ねえ、何にも出てない。はい。これも多分高い。これこそいらねえよと思って。ねえ、まあいいやと思って。値段書いてないかな。あれ？あ、そんな高くないんだ。7650。今ね、40倍です。30何万円か。ちょっとこれ T シャツとか気になるね。値段書いてあるんだね。書いてある、書いてある。あれ？書いてない。書いてあるやつとないやつがあるんだ。値段、値段。あった。2850だって。だいたい12万か。3412。ですね。ここに多分なんかね、VAT がかかるかな。うん。税込みかちょっとわかんない。ね。ああ、こんな感じだ。じゃあ、スカートだ。うわ、ウケるわ。ワンピよりスカートが高いんだね。全く値札見たことないです。見ないで買っちゃうんですよ。それはね、調子乗ってるわけじゃなくてね、時間がもったいない。これでもすごい急いで、早く帰んなきゃねっつってさ、11時ぐらいに出てさ、まあ、6時ぐらいに帰ったんだけど、ご飯食べてたから途中、ランチしてさ、このお店4個5個回るだけでもすごい時間かかるぞ。今日、会計にね、時間がかかるわけ。値段あるかな。値段ないね。あった。ほら、40万。こんなのが40万ですからね。これだってさ、なんかさ、格安のお店で売ってるでしょ、こんなの。これ2キュッパとかで売ってそうだよね。40万って言うと100倍だよね。いつもブランド品は100倍だなと。はい、ツイッターに載せてるからいいかなと思うんですけど、あさびよざばとかね、こんな感じで。10月2日、これはディオールの、やつです。あれ？ディオール？あ、ディオールは、なんだっけ？ディオールってなんだっけ？あ、そうだ。私がこれ2つ買ったんだ。それで今取ってきてないんだ。で、1個奥さんのだ。なんかしら、ディオールの。ね、あ、靴だ。靴だけ奥さんのですね。サンダル。あとは私のだ。上着ね。そうか、私だから110万より買ってんだね。150万160万とか私か。じゃあ奥さんは400万ですね。でフェンディ、これはあフェンディの、やっぱ VAT がプラスされますね。さらに13500。これこの似たようなやつが55万円ぐらいか、2つで。まあまあまあ。で、これは私のです。私9個買って110万円ですか、1個あたり10万とか。高いやつほとんど買わなかった。すごい学習したんですよ。カラー物は着ない。T シャツとかもすんごい昔大量買ってたけど、ちゃんとかっこいい服、全部使えるやつを買いましたね。これはモックさんのアドバイスにね、全部従ってよかったです。これはまだ取ってきてないですね。はい、ルイ・ヴィトン、だいたい180万円ですね。185万とかかもしれないけど、
ほら、スカートが1個40万、40万でしょ。ショーツ25万。T シャツに20万、20万。ビキニ、ボトム、トップ、分かれてんだね。2つで。はーい。はい、で、続きですね。あと、ブーツが24万とかですかね。はい。ヴィトンは高いと思ってましたけど、ベルサーチが同じぐらい高いですね。今、これ見たら。それでさ、今、奥さんがさ、ちょうど話しかけに来てさ、今、パンティ取ってんだって言ったら、パンティ取らないでって言ってましたね。やっぱりね、それ履いてるって思われたら恥ずかしいでしょって言ってね、言ってました。はい。まあ今回はいいけどって言ってましたけどね、優しいんでね。これからね、私たちはね、デートに行くんですね。どれか来て。はい、ということで全部は揃ってないんですけど、あとディオールって私の服が一個もないんだね。奥さんのだけ全部あるのかな。うん、なんか一個また追加で今日ちょっとね取り寄せてたのを買うんで、それはまた別会計なんで600万ぐらいにはなるかなっていうね感じですね。はい、じゃあ、後で動画つなげます。はい、ちょっと忘れてたんですけど、このベルサーチの領収書もあります。7つで37,950。これ全部奥さんのやつですね。なんだっけ、ネックレスが、バンクリが39,400とかだから、ネックレス1つと服7つで同じぐらいっていうね。ジュエリーの方がコスパっていうかリセールバリューとかもあってね、なんか良さそうですね。はい、こちらは続きですね。服のね、サイズ直しを取りに行った時にプラダの可愛いねカーディガンを見つけたので、これを追加で買いました。これは20万円ぐらいでしたね。ちょっとね、切っちゃってね、領収書がどっか行っちゃったんですけど、値段が書いてないかもしれないですね。はい、ね、奥さんに着せてみたら可愛かったです。こんな感じ、裏は。で、これ私のですね、あんまりどうでもいいと思うんで、ちょっとね適当にこういうの。ただですね、今回結構ね、私学習をしたというかですね、色物は私着なくなるんですよね。で、似合わないっていうね、奥さんにね反対されたんでね、T シャツで、 T シャツもばっかり買うんですけど、 T シャツもね少なめにしときました。はい、この辺はね、ドルガバは値段書いてあるんだっけな、あれないな、書いてないですね。まあ、とりあえず全部で110万って感じです。それと、もうこれ履いちゃったんですけど、チノパンみたいなね。こういうのもね、シンプルですね。これも着ちゃったんですけど、シャツです。はい。なんか、ヨレヨレになってきて、着たら。はい。で、こちら。シャツ、こういうの買わなかったですからね、あんまりは。で、これが白いシャツ、同じものを2個、ね、なんか板前さんみたいだよって言われましたけどね。まあ、とにかくシンプルな方がいいなと。ガラガラしてないね、ずいぶん成長しちゃってね、私もね。はい、で、これシャツなんか木綿というかね、うん、これもねシンプルです。そしてこれはズボンですね。これはまだ入ってません。この辺りは全部、これもなんかスラックスというか、チノパンというか、ね、で、そうですね、あとはなんか領収書とかですね。まあこんぐらい。あと私のディオールが2つかな。それが届いたら終わりですけど、もうこのままね出しちゃうか。まあ、これ追加したのは590万円の買い物って感じです。こうやってね、サイズ直し行くときにまたその呼ばれていくじゃないですか、そこで買っちゃうんですよね。またホイホイね、ミイラ取りがミイラになるじゃないですけどね、全然違うね使い道がね。はい、そんな感じでした。はい、ということで私のディオールの服を取ってきましたので、取ってみようと思います。2つですね。これはね続きですね。それでですね、奥さんの
プラダを買って、それが20万とかだったかな。それで、これか。これはね、もう、入ってますね。元々の領収書にね。はい。それとですね、あれを買ったんですよ。ネックレス。バンクリでね、160万円で奥さんのネックレス買って。なので、今回の買い物は全部で760万円とかですかね。はい。ね、下着が10万ぐらい買いましたね。これはね、いくらだろうかな、書いてあるのかな、ちょっとわかんないです。シャツですね、はい、非常に使えそうというか、試着したんでね、バイバイ。ニニちゃんが帰っていきました。バイバイかわいいね。はい、バイバイ。レイちゃんがそこにいるんですけど、パパは今ね、絵をレイくんが描いてくれてるから、楽しみに見ないで待ってる。はい、バイバイ。ニニちゃん、ニナバイバイかん。うん、いいね、すごくかっこいい、いい感じ。あとは奥さんのバンクリのネックレス、すごい可愛いのに、ダイヤの160万、安っと思ってね、最初見た時ね、これ500万ぐらいすんのかなって思って値段聞いたんですよね。ああいうとこって値段をね書いてないんでね、しとるよ。約4万ディルハム、これはめちゃくちゃ安いなと思ってね。はい、バンクリは奥さんが持ってるんで、取れたらそれを足して終わりですね。今回の買い物は760万ですね。はい、ということで、これがバンクリが最後です。これは160万円でしたね。すごいね、安かった。ほんとね、500万ぐらいするのかなってね、最初思ったんですけど、とても安かったです。これはどういうことが書いてあるのかな。アラビックとか、お、日本語もある。うん、うわー、すごいね。ちょっと光が足りないかもしれない、この辺。うーん、綺麗だね。これはニナちゃんが見たら撮っちゃうからね。へえ、いいね。ということでですね、今日はもうだいぶ服もお客さんの部屋に移動されたけど、最初に500、ねえ、綺麗だね、ほんとね、レイね。あのね、レイ君はすごい綺麗な石を集めるのが好きで、モルディブとかね、お庭だったりビーチだったり、そう、すごい宝石が好きなんですよ。綺麗な石ほんとに集めてくるの。だからこれもね、あの、嬉しかったみたいね、うん、はい、ということで、今日は今回のお買い物が、こう、ちょっと、あ、今回は、うわ、消えない、570万円分の最初お洋服と、プラダで20万円のあれと、すごいすごい、ニナチュガイ、あー、ちょっとついてる。それで、下着を10万円分と、あと宝石を160万円分で、760万円でしたね、合計で。はい、ということで皆さん、さようなら、また次回、バイバイ。